さあ6両編成の急行電車、まあ、まばらに人は乗っているという感じ、まあ、その電車がスーッと通り過ぎ、まあ、このホームには私以外誰もいないというわけなんですけれども、ですがさあずっとピンコンピンコン鳴っております。ここ通過音と通過音がずっと流れるんですよね。というのもですね、ここの放送設備がそもそも、まあ、人が使わないからという理由なんですけれども、そこが国道が165号線でしたっけが通っているわけなんですけど、ここはまあまあビュンビュン車が通っているわけなんですよ。まあ見てください、まあこんな感じ、今夕方の午後5時半ぐらいなんですけど、まあそんな感じでございます。今降りてきたホームはこちら大阪方からやってきましたから、伊勢中があるいは通名古屋というふうに行くわけなんでございます。近鉄の発表している駅の利用者としては11人、まあ、昔はもうちょっと、昔といっても10年ぐらい前ですけど、昔はもうちょっと多かった20人とかそれぐらいなんですけれども、市の統計によるとこれは1人だったりとか、まあそれぐらい利用者がいないという駅なんですね。こちらに見えますのはその伏線化した際の新青山トンネルでございます。ここずっと直線になっておりまして、ここは結構なスピードを飛ばして、まあ特急電車なりがやってくるわけなんでございますけれども、このトンネルの長さがだいたい5キロ6キロ、それぐらいで西青山駅とその一つ隣の東青山駅の駅間距離がだいたい7.7キロだったかな、それぐらいになっているわけでございます。そしてここから先がまあ青山峠でございまして、ここでまあ近鉄としても一つの境目を作っている、まあ、こっちに関しては上本町の統括、こっちに関しては名古屋の統括という風になっているわけでございます。でですね、観光名所っていうのもね、昔はあったみたいなんですよね。向こうの方の、ね、名所案内を見たらわかるんですけど、青山トンネルとなんかね、青山トンネルの上に2つぐらい隠れてるんだよね。待合室もございませんから、それはもう仕方ないことなんでございますけれども、ここ確かね、タバコが昔吸えたような気がするんですよね。なんか喫煙ルームとか言って、なんかあのポンってその吸い殻入れる灰皿ですか、あれが置いてあったような記憶もあるわけなんですが、ホームから降りまして、で改札の方に向かいたいんですが、そうですね、僕使ってる切符がこれですね。近鉄の3日間フリー切符なんで、まあ、あの改札に突っ込むものはないわけなんでございますけれども、当然無人駅ですから、まあ何かしらものが置いてるでしょうと普通は思うんですけれども、ここをね越えていくのが西青山駅と言いましょうか。もともとはその別の急線のところではある程度の利用者があったはずなんですから、まあ、ある程度の利用者はあるだろうというところで、まあ、ちょっと車の通りも多いんですけれども、ここがとりあえずコンコースということになるわけなんですけれども、2番乗り場に行くと、まあ、大阪に行くと、1番乗り場に行くと名古屋ないしは伊勢島に行くと。でですね、ここ意味深には多分テープ貼ってあるんですけど、これはもともとトイレがあったわけなんでございまして、トイレがね確かね使えた時に僕は1回来てるんです。確かねトイレのあった位置がここだった気がするんですね。ここさら地になってますね。多分ここにトイレがあったはずなんですよ。駐車駐輪禁止って書いてるんだけれど、ここまで通行者の迷惑となりますので固くお断りいたします。さあその通行者がいるのかどうかといったところ、でしてね、出口に関しては、まあ、英語表記もしてませんよ。まあ、一応出場用の IC カードはあるんですけれども、切符を入れる場所は、まあ、ここですよね、まあ、なんかよくあの無人駅とかによくあるやつなんですけども、まあ、それだけとなっております。でこっちに関して、入り口に関してはまあ同様なんですけれども、まあ、さてなんか気になることはありませんか。この駅ですね、券売機がないんですよ。券売機がなくてですね、こんなものあったっけな、乗車表なんて。まあだから、あの、券売機が使えないときに、まあ駅員さんが配るようなやつを、まあ常備しているというわけでございます。で、この駅結構来やすいんですよね。もともと、2021年の7月のダイヤ改正までは、名張から、名張伊勢中川の普通電車1本と、上本町から、この駅を通って、伊豆川まで行く急行電車があって、この毎時2本使えてたわけなんですね。で今ここ昼間がなくて、でこの急行電車に関しても、伊勢中川止まりになっていると。要は毎時1本、まあ、ともかくは来るわけでございますから、結構来るのは便利でございます。まあ、だから、これで例えば上本町の大阪から来て、でまあ、7分ぐらいちょっとなんかそこらパッパって見回って帰るということもできるわけでございます。で、まあ、ここだだっ広いわけなんですよね。まあ、ご丁寧に座布団を置いてあると。で青山ハイキングコースご案内と書いてありまして、でこれがですね、さっき言ってました多分愛宕神社というのはこのことでございまして、で西青山駅に関しては、ここからまあなんかいろいろハイキングコースあるんだけれども、でトンネル越えてですね、東青山駅、
こちらに関してもですね、そんなに利用者が多いわけではないんですけれども、こっちに関しては東青山から、伊勢中川その方に折り返す普通電車があったりとかで、ま、こっちからこっちに関しては電車があると。で、西青山から、2駅向こうの青山町駅にもここも折り返す電車があるという形で、ここに関しては近鉄の中でも電車が少ないというふうになっているわけでございます。で、あと駅で見回るものはあるのかなというところなんですけれども、一応なんか窓口っぽいなんか駅員さんが入れそうな場所で、なんか窓口になりそうな場所みたいなのあったりするわけですが、はい、さて駅を出ますとですね、ここから駅の郊外ということになるわけなんですけれども、まあ、ここに来た人を僕は見たことがないというわけですね。ここで、まあ、生活利用者にしろ観光利用者にしろ見たことがないというところでございまして、ここもね、東海自然歩道、うん、歩くのは怖いです。これ青山高原って書いてありまして、ですね、今さっきも申しました通り、今がだいたいですね5時半過ぎたところでございまして、ちょっとね今から行くのは怖いです。まあ、今から行くことはしませんが、まあ、こういうものがあるよというところで、まあ、ちょっと国道の方一回出てみて、なんかそのどういう感じで案内されているのかっていうのもね、軽くですけど見ておきたいというふうに思います。こんな感じでなんか動画を上げたいとは思ってるんですが、なかなか上げることができませんで、その辺はちょっとご勘弁いただきたくというところで、まあ、ちょっと僕がねこの駅好きだっていうふうに言って、まあなんかちょっとなんで好きかっていうと、本数が多いのと、峠でまあ名古屋と大阪っていう、まあまあ、二大の都市圏ですよね、を結んでる、まあ、京阪神圏ですけど結んでるっていうところとでですね、こういう駅がなかなかないんですよね。野岩鉄道の大賀高原でしたっけ、大塚高原でしたっけの、っていう駅があって、そこに関しても利用者が、年平1日平均で、0. 点何歩っていう風になってるようなところでありまして、そこに関してもですね、1日10往復電車列車が来てたわけなんですけれども、残念ながら2022年3月12日のダイヤ改正で、野岩鉄道が大減便を行いまして、電車の本数が1日5往復となってしまったと。まあ、で、野岩鉄道に関しては、その、まあ、類似性としては、東北と繋がってますよね。会津若松と。まあ、そういうところでちょっと僕は、なんか似たような感じの駅じゃないかと、いうふうに多少は思っておったんですが、まあ、残念ながらという感じでございます。で、まあ、ベンチも、まあ、2人座れたら、2人3人というぐらいの感じのね、ものでして、で、青山町駅に連絡してくださいねというふうに書いてあります。まあ、駅名表に関しては、まあ、いっか。まあ、駅名表でお分かりにしておきましょうか。まあ、というわけで、今回は、近鉄の西青山駅にやってまいりました。というわけで、まあ、駅をちょっとざっと見回ったという動画でございます。まあ、構内広いんでね、まあ、ほどほどに暴れましょうという感じで。暴れるって、まあ、楽しむって意味なんですけど、まあ、そういうところで、まあ、今回の動画は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。